分かんなくなっちゃう、なんでまた、じゃあママは指輪と、社会保障の制度改革案、食いしん坊だから必要な財源の安定的確保と、ケスケ、アイスクリームにする。え2個買っちゃう、指輪、指輪とアイスクリーム、あー、3個買っちゃったじゃん。はい、ケスケの番だよ。ないよ。はい、いいです。これ数えてみな、ケスケ数えてみなよ。1、2、3、4、5、6個進む。5と1は6ってこと？1、2、3、4、5、6。お買い物をしよう。僕お買い物するの嫌だ。だってしなきゃいけないんだもん、ここ。してくださいって書いてある。はい。クシン、パパなんかかっこいい。すごいな。雷の声にかなんする。違う。メイコ、違う。ボール。お金ここに入れてください。はい、どうぞ。毎度あり。あれ、ママのパン？パパ？写真しないで。写真しないで。あ、これはね。見てて。待って。まず7と覚えておきます。1、2、3、4、5、6、7。7に2足して。7。7。2。7に2足して。9! すごい！パパ9です。9個。3、4、5、6、7、8、9。あ、歌手、お金を2枚もらう。好きな歌を歌えたらもう1枚。2枚で。ダメ。2枚でいいんだよ。歌歌いなさいってね。2枚だよ。じゃあ、お金もらえなくて。え、そうだよ。次ママ。じゃあ、ケスケ、その、ケスケ好きな歌歌ったら、パパの分もらっていいんだよ。あーはははは、あ、ちゃんと歌って。パパの分。何の歌？ごめん、3つだけ間違えた。2個返して。1個、もう1個。3個って言ってたよ。3つ。3つ持ってる、ケースケ。3つ持っていい。はい、ごめんね。だってパパやらないのがいけないんだもんね。じゃあ4と3から。待って。この国会を野党として最後の国会にしたい。野党第一党として衆参で連携し、必ず衆議院の解散総選挙に追い込むと努力したい。そして政府の来年度予算案の内容を見ると、民主党が一昨年の衆議院選挙で掲げたマニフェストが破綻していることを知っている。8が進む。通常国会の方向から考え方の方向を強める。いい？一緒にやろう。4を覚えておいて。何だかな。4。あ、そう。4に3足すの。4、5、6、7。すごい。なんかね、なんか。じゃあ、1、2、3、4、5、6、7、僕たちお買い物をしよう。ママお買い物できない、お金持ってないや。いくつ？7に1足して7に1個足すの。
行き過ぎなり問題があったことを聞いたのか。1個足して7の次何、違う、8ピンポン8か1、2、3、4、5、6、7、8でしょ、ケイちゃん8、もう一個ケイちゃん8じゃない、8だよ、じゃあもう一個、もう一個って何、もう一個進んで、今7でしょ、やった8、あー、ガキンガキン、僕に落ちたね、言う、何これ、その上で菅総理大臣はもう一度そういうプラスとマイナスを政治家は政治家として、事務次官は事務次官としての立場から振り返り、積極的な協力関係を作ってもらいたい、それぞれの省庁で大臣副大臣と遠慮なく話をしてほしいと述べました。この冬除雪中の事故などで40人以上が死亡するなど、蜂が進む、ピンポーン、じゃあその隠れなくてもいいじゃん、一緒に計算しようよ、すごいよく分かってね、6、7、8だもんね、じゃあパパの8個進めてくれる、うん、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、8、こぶら、会社で働く2枚もらう、はい、パパ、ママ、ママやって、ママ、ママ、これ、9個進む、すごい、1、2、3、4、5、6、7、8、8、9、お買い物をしよう、もうお買い物できない、お買い物がないいっぱいに買い物したら勝ちだよ、あ、1、どうに読んだよ、1、それ定語だよ、いくつ、1、2、3、4、5、5個進む、1、2、3、4、5、魚を取るよ、コインを2枚、お金を2枚もらう、2個もらってください、お金いっぱい貯める、ねえ、最後買い物しないと、すごい、